繋がった、あ、そうあそういうことかつながったわこれ全部あーそういや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 、乃木園子さんを見てくださいこれヤバそうマジで怖え大惨事ですよはいどうもアニメリャクターの財前です今回も楽しんでリアクションやっていこうと思います 今回も楽しんでやっていこうと思うわけなんですけれども今回で第8話ということで、まあ、前回は水着界温泉会ということで超超癒し会まあ言ってしまうと揚げの回にあたりまして、まあ、前回の C パートで新たな戦いののろしが明らかになってしまう新たな戦いの予感予兆のろしが上がってしまっているということでまた新たな戦いに向けてこの三種中学勇者部はどういう風に向き合っていくの もう本当に平和を謳歌するだけなのかと思いきやそういうわけにもいかないもう彼女たちの運命はどうなってしまうのかいろいろと注目していきたいと思いますので是非とも皆さん一緒に楽しんでいきましょうそれでは見ていきましょうよーいスタートさあいきましょうまあ 簡潔にさあまた戦わなきゃいけないそうだよねー呼び出されてさあ煮干し。 まあ、一体二体で済めばいいんですけど、勇者も5カ所をなせば大抵なんとかなる。なそうと思えば大抵のことはなんとかなる。そういう意気込み、大切。さあ、しばき回しましょう。さて、行きましょう。と、見せかけて結構全然来ないみたいな。 ほんとに全然来なかった <laughs> まあね精神衛生上はははそういうのいっぱい見てきたんだろうなおなんだあらカシャ ま、確かにさてあらリボンこれを取るまでに一つ開いた記憶があるわ言わないでおくけど <laughs> <laughs> そうかそうかっていう納得がいきましたやっぱり花は開くものだな花開くってそういうことかさあ行きましょうそうなると 僕の開いた記憶の部分はどうだったっけな掘り下げられてるのかなこれから先で分かっていくことなのかなかそうだよね多分あれとあれとあれだもんねあれとあれとあれあれ一個足んないちょっと待って。 あれと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 あれ、あれごめん、嘘かもしれない。思い違いかもしれない。なんか一人で納得して一人でちょっと困惑してるすいません。さて、神の祝福見ていきましょう。神が祝福してくれるんですって。レッツゴー。真珠様周りが明らかになってくる系かな ?OK。完全に邪魔を信管。さて、耳。 あああ、そうなんだ。その精霊の性格ってどういうかわいい。あらあやっぱり匹増えてる。すごいなあ怒ってる。あのバチバチロトムみたいなのは新しいよね。さあ 運外井とと小玉。さて。あ、やっぱりそうだもんね。ってなると、そうだよね。<laughs> すごい賑やか。<laughs> ほんとね。<laughs> めちゃくちゃすぎる。あら。 あ食べられてる <laughs> あーやっぱりそういうことかあーやっぱりそういうことだえっていうかさどうだよねってなると1個足んないんだよ1個足りない 1一個足りなくないのかさあ樹海か。 さて次回化始まるバーテックスが来るヘビ使い座とかなんかその他諸々い、なんかいっぱい出てくるさてすごい次回化の世界綺麗だよね国語の教科書双子型あれ双子型っていなかったっけあ前回のあれか あ、そうかそうか。双子型なのに一体しかいないと思ったけど、これが残りか。なーん。ぽんんさあ、へ、変身番組。久しぶりの変身番組。ああ、撃たれました。<laughs> さあ、かっこいい。眼帯が様になってるなかわいい。天使。 This is angel. <laughs> マジエンジェすぎんなさあズバズバといいなかっこいいな<お>んんあれあらみんなで 勇者部ファイトさて足早 <laughs> サクッと封印できそうだから2体でワンセット双子型だもんね声が。 もうもうすうす感じてるよね戦わなきゃいき、ちょっとあっ まあそれ大社に聞かないとちょっとあの満開のきっかけが心持ちだよな多分さあおさあ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 これ何がモチーフなんだでもギロチン みんなで協力すれば終わりヨさてキュウキこだま 綺麗だなでもさあ出てくる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 ってくるえ、多くない満開ゲージあっあの花かお やばいな。得るものの恐怖が、ええー、躊躇がない。<laughs> 勇者キック。恐ろしい、火力上がってないですか。何事もなかった。 あったねえうわもう3つも溜まってるあ倒しすぎちゃいけない躊躇がなさすぎるなでも。 樹海化が解ける。ああ、なんかフラグっぽいこと言ってる。あ、フラグじゃなかった。よかった。安心しました。え、でもやっぱりそうだよなぁ。あ、そうか。でも足りなくないのか。プラサンか。ここ、ここ、ここか。そうかそうか。勇者になるだけで、もう一体精霊確定だから、足りなくないのか。 あれどこどこどこ行ったのさらわれた大橋大橋お壊れてないナルト大橋違う大橋はいっぱいあるんだよねなんだ これ全部関数、関数字だね。あっ。ほん。こんな子いた気がする。いた、いた気がする。この子結局何者なの。 あっあっあっつながったあそうあそういうことかああどうすあわかったあああそういうこと とかあ,あ、わかったつながったわこれ全部ああ、そうじゃあ呼んだ。 ああそうかここであそうなるのかあーああやっと分かったかもしんないああ、うん、呼べるバーテックスこの子が招待した乃木園子 そうかそうか。そうかえあれちょっと待ってちょ。えっこれ。あこれ。AAO じゃな。い AAO しすぎ 3ゲーこれで確定だよね。 あでも確かにそそういや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 野木園子さんを見てくださいすごいことになってる。 そうか、二機が辛いってそういうことかはあ「やっばいな」なんてとんでもないことするなんちゅう語を背負わせてるんだリボン ああ、そう、ああ、なるほどね。あああ。えいや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 。 勝手に選んで勝手にクモツにしてないあだからなの あ、そうなんだすごいななんか交配してるなこの子がどこまで深くつながってるんだろう けど治らない。ああなんか来た大人が。大社の T ですか？あ違ったわ。なんかああすごい力の強い子なんだ。 真珠様に近いああ英雄に近いわけだえっ、ー、思いやりかどうなのそれって そうか、でもそうだよね、そうか、これはあ、そうか、ああ、わだわかっあ 今だから理解できた当時これ何言ってんだって思ったけどそうかああこれそういうことなのか。 だからやるしかないいんだよっていう他にもいるはずじゃないでもたぶんにもこの乃木園子ちゃんの前にもたぶん待ってるよか <laughs> あーあなたの存在 そうか、あー分かったぞこれ二期って二期が辛いってそういうことが分かったアイスアイスアイス理解しましたなるほどねあらやっぱ。 根本の解決が見えないんだよな、でも。大社がどこまで知ってるかっていうさ、情報を開示すべきじゃないでも。でもそうだよね。伝えたら多分戦わなくなっちゃうもんね。やだ、怖いっていう風になっちゃうし。このヨシテルさんって誰ですかたまに出てくるけど。 キモツキさんってあれだよねあれ前の、伸びたの、伸びた、あの、前のスネオの人だよねうわーそういうことか。あぁ、わっしーって、あぁ、わかったわかったわかった。わかったわかった。そう,そうか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 。あれか。ニキは、これあれか。多分。わしおすの章ってそういうことか。あ、これ、やばそう。マジで、光栄。見たくね。<laughs> こっから先見たくなさすぎる。こっから先見たくなさすぎる。ちょっと待って。怖いって、マジで。ちょっと何が待ってるのかっていうよりかは。何を見せられるんだっていう。そうか。ここと、ここと、ここか。で、三匹か。うわあきっちー。しかもだってさしっかりコミックあるし。 いやー、で、だってしっかりあれだもんね。しっかり、んか、3期のタイトルがさ、大満開の章だよ。もう、なくなるんじゃないこの世界。大満開して、大三元になるわけでしょ大三元が起きて大三次ですよ。もうダメです。あの、この世界消えます、多分。3期で。これでも、言うべきかどうか。 心の痛みを分かる人こ、これ、これ、どう、ええ。おいおい はいというわけで見終わったわけなんですけれどもいややっべえこれマジでこれマジでやべえマジでちょっと待ってくださいよ本当にいやー思い出した思い出したそういうことかあーなるほどなるほどそうかラジオでわしおすみわしおみってずっと言っててわしおすみってなんだろうって思っててなんか別世界線の物語なのかなって思ったんですけど別世界線の物語じゃないですねそうか2期はそうかここになるまでの過程を描かれるのかわしおすみのショーってそういうことか うわ、マジかこれこれ辛くないっすかえちょっと待ってほんとにいやちょっ待ってほんとにこの先どうしようほんとになんか、うん、ここまでこの1話でこの先を見たくないと思わせる1話あるほんとにもう嫌だ えーどうしよう。これどうなるんだろう。ちょっと待って。まあまあまあ。まあ本当に、まあでも本当に、一期を一度見てる、リアルタイムで追っかけた時にはわかんなかったことか、この年になって、改めてこう噛み砕きながら見てるから、すごい解像度高くなって、なおのことつれえなっていう気持ちが強くなった。二期以降何が待ってるのかは全くわかんないよ。一期もなんとなく分かってない状態で見てるから、あれなんですけど。 ちょっと2期以降どうなるっちゃうのかっていうのは非常にこれはもうちょっとやばいやばいやばいよやばいよですよね。ああ、何がまずいかって、いやーでもまあ、いや2期見たくねえ <laughs>。だってああなるの確定なわけでしょ乃木園子ちゃんがああなるまでを描くわけでしょ言ってしまうと多分、足と記憶どっちが先かって言われたら多分足より記憶が後なんだよね。 うーんそうかそうかここここここで3匹っていうことかまあ伏線なのか伏線じゃないのかっていうところではあるけれどもまあまあまあなんでなのっていうところがしっかり回収されたわけではあるんですけどいやー美森ちゃん東郷さんいやーこれマジでやだなーやだなマジでやだなマジで何が待ってんだろうなこの先いや本当に希望が見えないんすようん どう希望を振りまくかっていうのを今すごい考えてるわけですよ。着地させるとしたらどういう風に着地するかなっていうのは非常に考えてる。この先やっぱり一気がまずどう着地するのかをまず記憶がもうないからなんとも言えないところではあるんですけど、この大満開の章までにどう着地するかっていうところではあるんですけど、まあ、窓間際はさやっぱり願いっていうシステムがあったわけじゃないですか。願いを叶えるよっていうのがあったからなんとかなってるわけで、 言っっちゃううととさやっぱり戻らないと思うんですよ乃木の,の子ちゃんもそうだし今まで失ってしまったものっていうのは戻らないとは思うんだよねこの感じだと。まどかがいたからやっぱりさやかだって魔女化しても救われたりとかしているわけで。 この世界にマドカだって偶然の産物だからね多分だってあれ何度も何度もホムラちゃんがタイムリープしてタイムリープしてタイムリープしたことによってそのなんかエネルギーみたいなものがマドカの中に蓄えられたから魔女の概念を消すっていうその大きな力を必要とする願いすらも叶えられるようになったからこのやっぱりアルティメットマドカというか円環の断りというかいろんなものを世界を書き換えるところまで行けたけどこのシステムってなんか願いとともになんか魔女になるためのエネルギーを こう差し出す願いを叶えてあげる代わりに、えー、差し出してねなんかま何魔法少女のエネルギー差し出してねみたいなそういう等価交換の関係性じゃないわけじゃないですかこれって一方的な支払いじゃんやってねって言われてやってるだけだから何々してあげるよ何々してあげるようん。 してあげる代わりにやってねえじゃなくてやってねって命じられてやらされてるような感じだから一方的な支払いをずっと押し付けられてる状態でどう帰ってくるのって言われたら多分帰ってこないんだよね平和があるからいいでしょみたいな感じだしやっぱりちょっと他の作品の名前出して申し訳ないんですけど赤目が切るとかで僕は学んだのはこういう犠牲って本人に帰ってこないんですよこうやってやっぱり何かを失いながらも前に進んだものって本人に帰ってくるわけじゃなくて やっぱり犠牲になった本人だったり何だったりが帰ってくるわけじゃなくて別の誰かに受け継がれてさあ良かったねっていうまとまり方だからこれもうなんかみんな勇者部ハッピーエンドがすごい見えてこないんですけどこれやばないほんとにちょっと嫌な予感しかしないんですけどこの先どうなってしまうのかいやこの先どうなってしまうのかですよなんかもう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 牛です財前牛です いやもうこれマジやばいな。これどうなっちゃうんだろうな。不穏でしかないっていうか。ちょっと心がザワザワして仕方ないんですけれども。まあ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 。まあ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 。 ま、ちょっと、次回追いかけていこうかなというふうに思います。ちょっと次回以降、ちょっと追いかけていこうと思います。いやー、こんだけ先を見るのを躊躇させる一話はないな。いや、2期見たくねえ。1期はともかく1期は見たいなと思うけど、2期以降見たくねえ、マジで。でもー、やだー、ほんとに。1期の段階、なんかもう、1期の段階ですら結構心に来てる部分はあったりなかったりしてるのに、 いや、これ初見で2期耐えられるのかっていうところではあるわけですよね。うーん。いや、もう一周してる人は多分2期を心待ちにしてるんだろうけど、いや、マジで2期を見たくないっていう気持ちが非常に強くなってます。はい。というわけで、まあ、とりあえずね、続きも見ていこうと思います。とりあえず1期はね、最後まで追いかけて、どういう風に着地するのかとか、いろいろとね、情報整理しながら見ていこうと思いますので、次回以降も一緒に楽しんでいただけたらと思います。はい。というわけで、今回はこんな感じでおろうとめますので、なんかね、いろいろと補足とかがあればください。ネタバレのない範囲でいただけたら嬉しいです。 はいというわけで以上有給な勇者である第8話でしたバイバイ